享保14年八代将軍吉宗の頃、九州佐賀37万石鍋島丹後守の城中に世にも信じられぬ一つの怪異が起こった。その物語とは。半左衛門。は。又七郎殿。おお、これはこれは半左衛門殿か。殿のおなりです。何殿。これは殿にはにわかのお越しで。うん、この辺りまで野分けに参っての一服所望じゃ。かしこまりました。さよ。又七郎。はしばらく見ぬうちに一段と艶やかになったの。はああ、妹のことでございますか。恐れ入ります。のうさよ、今日の野立にまさか殿がお越しとは。本当にびっくりいたしました。だがご満足してお帰りのご様子、何よりだった。旦那様、小森様がお見えになりました。何、半左衛門殿が。又七郎殿、夜中突然お伺いして。何、ようこそ。さあどうぞ。あ、失礼します。さよ殿、しばらく席を外してはいただけませんか。はい。殿のおなり、いつになく遅うございますな。困った殿じゃ。またいつもの悪い癖を出しなされた。兄上、殿は何か。近所頭の子守を竜蔵寺家へ使いにお出しなされたんだ。竜蔵寺家。又七郎の妹さよを側室に差し出させるためだ。まあ、言い出されたらどうでも意地を通しなさるともだ。この話どうして阻むか。よいわ。さよがこの城へ上がるようなことになれば、三日とたたずこの城から追い出してみせよ。さようでございますとも。この話また七郎の策謀とも考えられる。元は出自とは申せ、三千石の客分では飽き足らず、さらに権勢を得ようとも野心か。いずれにしても日頃から目障りな又七郎め、場合によっては兄弟ともどもこの佐賀から追い出してくれる。このお話お断り申し上げたら、お使いに立たれたあなたの立場は。私のことなどはどうでもよいのです。大事なのはあなたの、そして佐与殿のお気持ちです。しかし殿は、あなたが私たちと幼い時からの友達だということで特にお使いに出されたのでは。また七郎殿、そのお心遣いはご無用と申し上げたはずです。
龍造寺家は三代前まではこの佐賀の領主だった。それが些細なことから法太公の官気を被り領主を免ずられ、家臣筆頭の鍋島が取って代わった。そして今ではお情けで三千石の捨て口をいただいている。しかし半左衛門殿、いかに落魄したとはいえ、私は自分の妹を側室など差し出す気は毛頭ない。お気持ちごもっとも。妹さよぎ、部長法務のゆえとても殿のお相手などかなわずとお伝えくださるか。わかりました。確かにかたじけない。待て、龍造寺家の返事は。はっ、その気ならば殿に直接。構わぬ申せ、わしがお取り次ぎ申し上げる。何、また七郎め断ってきよったと。はい。無礼な、よなんとこれおる。昔はこの鍋島の出自にあたる龍造寺家という考えがまた七郎の胸族に根強く残っているものと思われまするな。昔は昔、今は今じゃ。すぐにまた七郎を呼べ。奴の思い上がりきっと究明してくれる。今宵はまた七郎が御能を相手に登場する日にございます。まあお話はその時にでもごゆるりと。雨か。はい、先ほどから絹糸のような雨が。玉がおらぬようだが。本当、どうしたのでしょう。いつも兄上のもとから離れたことがありませんのに。兄上、何やらお気の進まぬご様子。いや、何でもない。旦那様、お城からお迎えの勘は参りました。今宵はお断り遊ばしたら。いや、参ろう。あの、私のことで。ん、そなた知っていたのか。案ずることはない。そのことなら小森殿を通じて殿にお断りしてある。なあさよ。はい。殿から三千石の捨て口をいただいているのがこの頃ではどうも気詰まりじゃ。場合によってはご辞退申し上げ、この佐賀を離れてもいいと思っている。まあそのことは帰ってからゆっくり相談することにしよう。玉か。なんだ、こんなところにいたのか。さあ早くおいで、おいで。さあ早くおいで、おいで。どうしたというのだ。お城まで連れて行けぬことぐらい日頃からよく存じているはずではないか。さあ早く出ておいで。痛い。どうして今宵はそんなに聞き分けがないのだ。さよ。はい。さあ玉、出てらっしゃい。どこか具合が悪いのかもしれない。よくいたわってやってくれ。はい。よしよし、おとなしく留守居をしているのだぞ。よいな。ああ、よしよし。知の十二。
殿十六。世の十六、レの十。痛いところ。又七郎。あ？考え直さぬか。その石のことでございますか。いや、さよのことだ。そのことならば、小森殿にも申し上げた通り、何分にも妹は部長法務の家。とても殿のお相手など。たって所望と申したら。何とぞお許しを。さあ、殿の番でございます。例の十一じゃ。他の十一。待て、その石しばし待て。なりません。何？待てぬと申すのか。いつも殿が申されているではありませんか。盤上の争いは真剣の立ち合いと同じこと。頼まぬわ。それならば例の八じゃ。例の八。お待ちください。何？待てと。又七郎、そちは今何と申した。盤上の争いは。さようではございません。例の八、そこには私が二十手目に石を置いております。たわけたこと。そちの石などない。いや、確かに私が二十手目に。それは思い違いでござろう。そうではございません。行部殿、そこに元通り白の石をお置きください。また七郎殿、そなたはそれがしが故意に石を外したと。いや、私が申し上げた時に置き忘れになったのでございましょう。言いがかりもほどほどにされ。言いがかり。また七郎、盲人と思えばこそいたわって取らしているのだ。それをよいことにしての思い上がりも度が過ぎるぞ。殿、私はただまことのこと。まだ申すか。殿、碁は心を正して打つもの。盤上におのずからその人柄が現れまするぞ。またしろ。そちは余が横島な卑しい心で碁を打ったと申したな。殿、一時の勝ち負けにこだわって下賤筆腐の振る舞いをなされてはなりませんぞ。よう下賤と侮ったな。筆腐と蔑んだな。動くな！
乗り込め。ええ、早うせぬか。よいか。このこと構えて他言無用。また七郎は一人で帰ったのだぞ。門番にもしかとその旨伝えておけよ。かしこまりました。井戸には土砂をぶち込め。蓋は釘付けにするのだ。何、また七郎殿が城からまだ戻られぬと。はい、今まではどんなに遅くとも必ずお城の籠で送っていただき、夜通し後のお相手などということは。私は昨晩は非番で城にはいなかったの。でお城よ。朝早く陽介を迎えに上がらせたのですが、昨夜四つ過ぎ一人で帰るからとお籠を断り。籠を断った。はい。下世の。早速にもまた七郎殿の立ち寄られそうなところを当たってみましょう。お願いいたします。また七郎、切らずともよかった。兄を仰せられます。いかにかつては出陣に当たるとは申せ、又七郎の殿に対する戦場ぶりは沙汰の限り。殿、ご決心くださりませ。龍蔵寺家にはまだ妹が残っております。捨ておきますといつどのようなことから又七郎の死が漏れるやも分かりません。どうしろと申すのだ。お嬢様、わかりましたか、兄上の居所。それがその、いまだにもってあの小森様からは心当たりはくまなくお探しくださったのですが、手がかりもなく。お勤めがあるのでひとまずお城へ戻られました。お城より下級のお使者にございます。お城から。はい。女郎は座っておれ。上位。
竜蔵寺又七郎並びに妹さよ、その方ら鍋島家より過分のご恩厚を被りおるにもかかわらず、近頃戦場の振る舞い分をわきまえず不届き至極。よって地下を召し上げの上、領外へ追放いたすものなり。お目付役様に申し上げまする。おのぎならば問答無用。けれど竜蔵寺家の当主又七郎は昨夜来お城より戻る。そのようなこと我らが感知するところではない。よいか、当屋敷よりは明日馬の刻までに立ち退け。この段しかと申しつけたぞ。お嬢様、ご使者の趣は？何でもありません。陽介。はい。そなたすまないけど、これから上林寺へ行ってくれませんか？え？上林寺へ？明日ご先祖様のお墓参りをしたいのです。その旨ご住職様に。あの、明朝では朝早く参りたいのです。夜分すまないけど頼みます。コーラ、お目付役殿のお供で竜蔵寺へ行ったそうだな。ほう。お目付役殿は一体何のお達しに行かれたんだ？人の生き血を吸った猫は魔性となり通力を持つと聞く。そなた、兄上が可愛がってくださったことを忘れぬなら、兄上を無残な死に追いやった者どもに立たれ、よい方も。私の生き血を吸って魔性となれ、通力を持って、そして鍋島家にたたるのじゃ。さあ、はよ、はよこの生き血を。
自害？うん、今小森が知らせてまいった。よい君じゃ。どうよ、この上は一日も早くお世継ぎを設け、殿の心をしっかりとつかむのだ。さすればこの佐賀三十七万石は思いのまま。よいな。分かっております。ご家老様、今宵は前祝いのご酒でも。うん。何か聞こえ？なんだか猫の鳴き声。いいえ。おかしいな。お気の迷いでございましょう。ではご主のお支度をしてまいります。今の姫よ。はい、桔梗の間の前で。役人によりまかり通る。ごめん。沢ノ井殿。そなたは近従頭の小森殿。ここはお城口内でございまするぞ。一体誰の許しを受けて。下級の事態ゆえお許しは五穀。下級の事態とは？お気づきになりませんでしたか。夜回りの腰元二名が怪しき死を遂げております。何？腰元が二名？さよう。お城口内のことは我らにて処理いたしまする。早々にお下がりなされ。しかし、
城中に血染めの猫の足跡とは。小森、見誤りではないのか。ござりません。私のみならず、お城口内の腰元衆もしかと見ております。その血の跡ならわしも見た。それに腰元二名の異様な殺され方、いや尋常ではない。するとお城奉行は猫かまたは何か怪しき獣の仕業であると。今のところそうとしか考えられん。それで島崎殿のご意見は。この目はただただ警護を固め、一刻も早く城中より怪異を打ち払うしかほかござるまい。行部殿のご意見は。それしかあるまいの。小森、そちは城中切手の使い手、まして金銃頭、警護の攻めに当たれ。かしこまりました。火中の時は城中いかなる場所にも出入りするを差し許す。お城口とて同断じゃ。はっ。早苗殿。はい。お部屋様はただいまお目覚めじゃ。毎朝のご入浴分かっておりまするな。はい、いつでもご案内申し上げられまする。浪江殿、ご全部の方は。はい、滞りなく。新しく来たまかない方はまだお部屋様のお好みが飲み込めぬようじゃ。生臭ものは一切おはっと。お汁の出しとって鰹節はお嫌いじゃ。よく申し聞かせてやろうな。はい。
お開けくだされ。どなたでございます？近所頭小森半左衛門、役人によりお嬢口の巡視に参った。殿のご寝所に何者か怪しき者が入り込みました。お嬢口内もくれぐれもお気をつけくだされ。かしこまりました。ご苦労です。どうなされたのでございます？酔いの口から頭痛がしてならぬのじゃ。これにてさよ殿初七日のエコーを終わり申した。ありがとうございました。早苗殿もご苦労でしたな。さよ様と私とはうちも近く、お城へ上がるまでは大の仲良しでしたのに、私にはまださよ様の死が信じられません。ところで半左衛門殿、そこもとは城中の会は猫の、それも竜蔵寺家飼い猫の仕業だと申されたが。そうとしか思えませぬ。さよ殿自害の場から異様な消え方をしたこと、そしてまた城中お嬢口内に記された血染めの猫の足跡、今や魔性と化した猫はもはや善悪の見境もなく、すでに二人の腰元を生贄にしております。又七郎殿の非業の死の究明もさることながら、これ以上もののけの調量は許されません。早苗殿、あ、中老沢ノ井殿に何か気づいたことはありませんか？何か？小森様、昨夜お城口内を見回り中、私廊下に落ちている血の跡を見ました。何？血の跡？それで？その傍らに沢ノ井様が。そこに沢ノ井殿が？はい。小森殿、沢ノ井とその者の家と何か？今のところ何とも申し上げられませんが、早苗殿、とにかく沢ノ井殿の挙動に一段と気をお配りください。かしこまりました。
たな。いたであろうが。様のご解放を早く。はい。
お目覚めでございましたか。お風呂のご用意はできております。風呂か。今朝は何やら気だるうて。さようでございますか。それではすぐを全部。気分はどうじゃ。ただ恐ろしゅうて、いまだに震えが止まります。無理もない。あの沢の井にもののけがついていたとはな。だがその方に何事ものうて何よりであった。お前たち、昨夜のことを構えて場外の者に漏らすではないぞ。これが朝の膳か。はい。お部屋様お申し付けの日頃の。変えておくれ。は？これでは体に精がつかぬ。魚の干物など申し付けるがよ。何をしておる。灰を持ってまいれ。はい。ごきげんよう。お休みなされましたか。ダメじゃ。明け方になってわずかにまどろんだだけじゃ。そのようにお気の弱いことで何となされます。沢の井のことなどお気になさいます。殿、お気晴らしに月見の宴など催しましてはいかがでございますか。殿、いつにの気も晴れ晴れといたした。それは何よりでございました。ご酒を持て。殿、別邸の方にも近いうちにおいで遊ばしては。それもよいな。ご酒お持ちいたしましてございます。豊か、どこへ行っていたのだ。お気を静める薬湯を整えてまいりました。まあ、まだそのように怯えておいで遊ばす。さ、豊が飲ませて差し上げましょう。サバラシのご主。
毎朝欠かしたことのない朝風呂に沢ノ井殿が死んだ翌日から今日まで入られぬ。はい。そして見るのも嫌だった魚類を三度三度好んで取られるようになった。もしかすると芭蕉はお豊の方に。いや、はっきりそうだとは申せぬが、とにかくお豊の方の身辺に一段と気をお配りください。かしこまりました。どうだ。わかりません。わからん。はい。一夜にしてなぜあのように急にご憔悴なされたのか、とんと見当がつきません。ただひどくお疲れで、まるで魔性のものに精を吸い取られたような。えってなことを申す。はい、申し訳ございません。火の用心いたされましょう。火の用心いたされましょう。来い、こちらへ来い、来ぬか。魔性が乗り移ったと。あ、驚きのこととは存じまするが、
そう思わざるを得ません。浪江殿が殺されておりました池のほとりにこれが。この上は早急にも魔性を音への方様より退散させる手段を講ぜねばなりません。分かった。かような無策苦しい者は取り捨て、下がってよい。しかし事は急を要します。下がれと申すに。はっ。信じたくはないことだが、あれほど生臭者が嫌いだった豊が朝からそれを口にする。しかも乙女は今宵殿のご病気変異を祈願だと言い含めて御霊屋に閉じ込めるのだ。はっ。雷神山の修験者を呼べ、怨霊退散の祈願をするのだ。Thank you.
それは私の。これは魔除けの呉服。はい、私が幼い時上林寺の和尚様から授けられたものでございます。もはやお豊の方の正体疑う余地はございますまい。小森、この上は弓矢組鉄砲組を集め。小森、そちはお豊を殺そうとするのか。お家のため場合によってはご不憫ながら。待て。いえ、もうすぐ夜も明けます。いかにも足をとて白日の下での調量は叶いますまい。おそらく今宵が魔性との最後の対決。小森、私に考えがございます。何卒お任せを。大幕さらばたたぎゃたばろきておんさんばらさんばらうん。大幕そろばやたたぎゃたやたにゃたおんそろそろはらそろはらそろそわか。大幕小生、弓矢組はどうした。鉄砲組の手配はいかがなっておるのだ。ああ、日の暮れとともにお指図通りの場所に配置すべく万端整えおりまする。うん。で、問いは。ただいまのところ何の異変もなき模様で。しかしご家老、本当にお部屋様を。妹とはいえ今は魔性だ。我が身を守るためにはやむを得ん。行きなさるか。あなたは城へ帰らぬ方がいい。小森、今宵は世のそばを離れてくれるな。頼むぞ。は。小生、鎌田。あは。と申せ。いずれどこへでもよい。今宵だけは城から一歩でも離れたい。猫の鳴き声じゃ。猫。トイボ。兄上は妹の私を殺そうとなさいましたな。待てトイボ。
今こそ思い知れ。
享保14年11月半ば、その日限り怪異は佐賀の城内から消えた。己が丹旅不明を恥じた丹後の神が龍造寺家再興を訳したことによって、このくしき物語の幕は閉じ、半左衛門は筑前平戸に住む龍造寺家ゆかりの人を迎えるべく旅立った。